おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3512です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後にね言ったと思いますけど、今回はロボット魂やっていきたいと思います。でこちらはですね、結構前に第1弾第2弾的にね出たやつの続きで、しかも受注生産っていうね、そんな感じで出たやつを紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、ロボット魂の魂ウェブ商店受注生産品 RX79BD3 ブルーディスティニーユニット3バージョンアニメってなっておりますと。まあブルーディスティニー3号機ですね、こちらをやっていきたいと思います。でこちらですね、1号機とイフリート回の方はね一般販売でしたけど、こいつと後々発売される2号機ですね、そちらの方は受注生産という形でね、物語終盤に出たやつらは受注生産行きになったっていう感じ。それと思ってた以上にパッケージがでかいっていうね、前のやつはこれぐらいだったんですよね。それがどんとでかくなったので、果たして何が入ってるのかなっていう感じですね。輸送箱表はこんな感じで、裏面のところに伝票貼られておりますけど、ここのところにね日本語表記でロボット魂のブルーディスティニー3号機バージョンアニメというふうに書いてありますよと。で横ですよとかね、一応このように輸送箱となっておりますので、早速ですねこちらからね開けていきたいと思います。とりあえず封だけ切っておりますんでね、早速ここから開けます。ではレッツオープン。はい、輸送箱から出したのがこの形となります。ロボット魂サイド MS ナンバー SP RX79BD3 ブルーディスニーユニット3バージョンアニメとなっておりますよと。まあブルーディスニー3号機のバージョンアニメとなっております。でとりあえずこちらですね、この白いやつがそうで、ここにいるやつが2号機ですと。ただこれはね後々発売されるので、そちらはねまた届きましたら紹介していきたいと思います。で横を見るとこういう感じ、まあほぼほぼ陸戦型ガンダムっぽい感じですけどね。内部構造とかね、そちらに関しましては今回のやつに変わってるっていう感じかな。まあ一応こんな感じでしたと。で裏がこうなっておりますね。ここのところね、ミサイルだったりとかね、エフェクトパーツがこんな感じ入っているのかなと。ただこんだけ箱でかいのって何って思うぐらいね、謎の大きさとなっておりますよと。で横がこうなっておりまして、本体、武器、エフェクトとかねこんな感じでありまして、シールドが2種類ですね。それと交換用のパーツをつけることによってエグザムシステムですね、そちらの発動状態再現できるパーツがあるとかね、バーニアエフェクトとかに関しましては別のところからで持ってくる感じになってるみたいな。それから連動させることが可能というのっておりますよと。はい、で上と下ですよと。はい、では早速ですねこちらから開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となります。ビームサーベルのエフェクトとビームライフルのエフェクトパーツとかね、バーニアエフェクト、公開の手首パーツとか、そしてブルーディスティ3号機というふうに収まっておりますよと。であと説明書がねこんな感じでねペロンとついてきておりますので、まずですねこちらねケースから出してパーツ式ざっと用意していった後に説明書見たいと思いますのでね、パーツ式ざっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ式準備できました。こちらのところでエフェクトパーツ一式ですね。で公開の手首パーツがマウント用のパーツ、ビームライフルとブルパップマシンガン、優先式ミサイルかな、手首格納デッキにシールド2種類、バックパック、そしてブルーディスティニー3号機本体というふうに用意しております。ここにあるやつは予備のアンテナとエグザムシステム発動時のね目のパーツですね。一応こんな感じになっておりましたと。で説明書がねジャガジャンとこういうふうにありまして、ロボット魂サイド MS RX79BD3 ブルーディスティニー3号機バージョンアニメとなっております。セット内容に関しましてはこういう感じになっておりましてね、本体とかで、ね、手首パーツがこういうふうに載っておりますよと。で手首パーツに関してはこうなっておりまして、今ついてるやつがこちらと、それ以外にこの間ね付属されてるやつがこういう風に写真でありますよ。なのでこれとね合ってるかどうかっていうのを確認しておきましょう。形状的にこことここがねちょっと分かりづらいんで、もしかしたらダブってる可能性があるんでね、あらかじめ確認しましょう。で中身行きまして、可動域ですね、頭部パーツはこんな感じでね上に向くことができるとか、胸部の可動ができるとかね、逆に外にね張り出すことができるとか、股関節部分のねこの辺の可動ができるとかなっておりますよと。シールドに関しましてはショートシールド、このまま直接背中につけることもできるよと。大きい方のシールドはグリップをね保持させつつ前腕に取り付けることもできると。で特に乗ってないんで、こちらの大型シールドに関してはバックパックにつけるギミックはなさそうですね。でディスプレイに関しましては穴があるんで、ここに魂ステージをつけましょう。ブルーパップマシンガンは専用マウントをつけることによって腰につけることができると。裏行きまして、まあこちらですね、いつものエフェクトの付け方ですね。それとビームライフルは腰ですね、同じような感じで専用マウントパーツをつけて取り付けることができます。ビームサーベルに関しましては足にグリップですねが入っておりますよ。これも下手したら欠品になっている可能性があるんでね、ここは事前に確認しておきましょう。
で外したやつを手に取り付けてあげて刃をつけると展開状態。宇宙用バックパック、直接のままねスポンとつけるんではなくカバーパーツを外してつけましょうと。で付属のエフェクトパーツはね足とかねバックパックにつけることができると。エグザムシステム発動状態に関しては目の部分ですね、ここの部分をスポンと取って専用のやつに差し替えてあげるという感じになってます。手首格納デッキとかねエフェクトパーツの付け方に関しましては従来と同じ感じになっているというふうになっておりました。はい、とりあえず内容としてはねこんな感じになっておりますので、早速ですね本体の方の稼働範囲見ていきたいと思います。とりあえずザラッとねずらしまして、よいしょと。まず本体の方から見ていきたいと思います。正面がこちらですよ、横ですよと、後ろ反対側、そして上となっております。まあ陸戦型ガンダムっぽいですけどね、首から下足回りがちょっと違うかもしれないですけどね、以前紹介しましたブルディスニー1号機あちらの白番みたいな感じなんでね、まあ結構印象は違うかな。私は結構好きですね。はい、まあ一応こんな感じになっておりますので早速見ていきましょう。とりあえず頭部に関しましては左右に動かすことができますが、ブルディスニー1号機の時と違ってね、こちらのね下顎と言いますかね、ここの部分が若干長いんでね、ここに当たっちゃうので動かすんであればちょっと上を向けるような感じにした方がいいですね。一応可動域としてはこんな感じですね。で上がこんな感じ、さらに動く感じかな。で下方向ですよと、下はかなり厳しいですね。はい、で腕に関しましては背中のところにね、特に今のところ干渉源がありませんのでぐるっと回すことができると。宇宙用バックパックがちょっと張り出してるんでね、そこの部分で当たる可能性がありますけどね、一応ぐるっと回すことが可能と。胸部パーツが稼働するんで内側にねグッと入ってくれるんで腕をね中心に寄せることもできますし、逆に根元が稼働するんでねこういう風に反らせることができるという形になっております。水平はこんな感じ、プラス上げることができるんでね、最大開いてこんな感じとなっておりますよと。二の腕のロールですね、一回ではできませんけどひねることは可能となっておりました。肘は二重関節でここまで曲げることができますよ。手首パーツは従来と同じですね、根元のところに可動部分が入っておりますけど、ここでね可動させることができると。一応前後の可動っていう感じかな、一応こういう風に動かすことができます。左右当然ながら共通ですよと。ただ物によってはね左右でちょっと硬さがね違ったりとかするんで事前に調整しておきましょう。ボディに関しましては腰のひねりと前屈と反りですね、ここに関してはそこまで動かないって感じですね。胸部腹部腰っていうね構造にはね一応なってるんだけどね、そこまで動かないんで、まあ、若干惜しい感じかなと思います。バックパックに関しましては下のノズルが多少動きますが、まあビビたるものっていうねそんな感じに見えますね。でフロントアーマーの跳ね上げ、サイドアーマーも多少稼働させることができます。リアアーマー自体は固定ですね、一応こちらの部分のハッチが開くようになっておりますね。ここを開けてここに専用のねマウントパーツをつけることによってブルパップマシンガンビームライフルをマウントすることができるという形になっております。足に関しましてはここもですね二の腕と同じような感じで1回ではできませんけどひねり自体は可能と。前に出すことができます、平式機構ですね、ここの部分を利用することによってグイッと出す感じになっております。なので一番押し込んだ状態だとこういう感じ、引き出すとこうなんでね、引き出して使いましょうと。膝に関してはぐーっと曲げることができて、ここまでね深く曲げることができると。後ろ部分ですね、ここの部分とかにスプリングギミックが入っててね、ペタッといくような雰囲気見えますかね。まあそれでも一応深く曲がってくれてるんでね、まあよしという感じかなと思います。はい、であと足首ですね、足首自体はグリグリ、つま先の可動ここは前方向だけですね、下には曲がらない感じですね、上だけ動きますよと。ここのパーツもグリグリ動きますと。はい、一応こんな感じでございました。まあ見た目的にはかなりシンプルに、ね、なっておりますが、ちょっと首回りこちらの部分がですね左右はちょっと当たるんですけどね、上はいい感じかなと、ただ下に向けないのが若干気になった感じですね。あと腰回りですね、ここの部分も左右に触れるんですけどね、前屈とか反りが結構弱いんでね、ここの部分はもうちょっとね動いてほしかったかなと思います。それ以外に関しましてはかなりいいんじゃないかなと思いますね。はい、まず基本的な稼働範囲こんな感じになっておりましたと。では武器のねマウントとかのお話をしていきたいと思います。最終的には手にね保持させたいと思うんで先にマウントからいきましょう。ブルパップマシンガン、ブルパップマシンガンに関してはリアアーマーの先ほどね動かした蓋ですね、これを開いてあげまして、大きい方のねマウント用のパーツをここにブスッと入れた。であとここに対してねこちらのパーツをカチッと引っ掛ける感じなのかな、そうすることによって取り付けることができますよと。なのでこれをつけた状態でビームライフルを持ちます、両方マウントみたいな感じはできないので
どちらか選択してマウントさせる感じですね。マウント位置はそこまでないんでね、まあしゃあないのかなという感じかな。で、あとは外して手に保持させるという感じになっております。ここの部分若干硬いんでね、破損させないように気をつけながら抜きましょうと。これと同じ構造で、こちらですね、ビームライフル用のね、やつもありますんで、これつけましょうと。で、これがつきました。ビームライフルも同じ感じと。取り付けるときには先ほどみたいな感じでね、ガボッと入れるんではなく、ここにある穴ですね。こちらの部分に対して直接ね、ぶっ刺す感じになっております。スコープ部分はちょっと畳む感じにしないと干渉しますね。一応つけるとこんな感じになっておりますと。これも先ほどと同じ感じですね。ダブルではつけることができませんので、まあこれはまあ、ここのね、ちょうどシールドをね、取り付けることができる穴があるんでね、ここにも対応させることができればダブルでね、つけることができたのかなと思いますけどね。一応武器のマウントに関しましては、まあ一応こんな感じと。では次ですね、シールドのマウント行ってみようかなと。シールドに関しましては、まあ2種類ですね。ショートと大きいやつ、両方ね、ありますけど、こちらの小さいやつに関しては、まあここにね、つけることができると。はい、こんな感じ。根元のひねりも効きますし、引き出しですね。ここの機構は、陸戦型ガンダムとかね、あちらにあったやつと同じと。取り付けに関してはここにブスッと刺すだけですよと。はい、まあ一応こんな感じでつけると。で、こっちの大型シールドですね、こっちの方は裏側の機構がですね、ショートシールドと違うので、これつけることができないんですよね。これもね、できる構造だったらよかったのかなと。根元のパーツをね、外してフラットタイプにしてあげれればね、つけることができたんで、まあこれもね、つけれればね、いいなってちょっと思いましたけど、まあちょっとそういうギミックはなさそうっていう感じですね。で、取り付けるときにはまあ直接このままでもいいですけど、グリップにね、手首パーツセッティングしてあげて、で、あとはそのまんま、エイヤと、取り付けてあげるという感じかな。で、今そのままね、やろうとしたんですけど、入りません。説明書の方でも書いてはいるんですけど、これですね、選択式ですね。どちらかにしろと。なので、グリップを保持させるパターンでいくのか、直接ここにぶっ刺すかのどっちかですね。直接つけるとこのような感じ。手首パーツで保持させようとすると、このね、根元のパーツが干渉するんで、まあ、ある程度ね、逃がすようにしながら差し込むという感じですね。まあ、この状態でもいいですけど、若干斜めになったりとかね、するので、まあ、まっすぐ構えるんであればね、こっちのね、マウントパーツを使って、こうつけてあげた方がいいのかなと思いますね。はい。シールドはこんな感じでね、つけますよと。では武器のね、保持のお話をしていこうかなと。武器の保持に関しましては、とりあえずこちらね、射撃武器に関してはいつもの通りですね、トリガーに指がかかるタイプの手首パーツをね、用意してあげまして、まあグイッとね、引っ掛ける感じにしてあげれば、こういう風にね、取り付けることができますよと。これと同じ機構でビームライフルも同様に組み付けますと。で、この時ですね、指部分がね、くしゃっと潰れてしまう可能性がありますんでね、十分気をつけましょう。あと、似た手首パーツがね、若干ありますんでね。一応これは左右のね、射撃タイプのね、手首パーツになりますけど、ここのところにね、サーベルグリップ用のね、やつがありますんでね。間違って無理やりグイッてやるとね、こっちの手首パーツ破損しますんでね、気をつけながら保持させてあげると。あとは手首パーツを、こっから外して、こちらに差し替えますと。季節的にはね、撮影時期がまだ5月なんでね、だんだん暖かくなってくるね、時期なんでね、まだとりあえず問題はないですけど、これが寒い時期になってくるときに、硬いからといってね、無理やりやってしまうと、手首ジョイント破損しますんでね、十分気をつけながら脱着しましょうと。外れないんだったら、温めてね、柔らかくして抜くとかね、対策は必要になってくると思います。一応、シールドとね、ライフルをつけると、このような感じになりますよと。ではね、ビームサーベルのお話をしたいと思います。ビームサーベルに関しましては、足ですね。ここのカバーパーツをパカッと開くと中にグリップが入っていると。入ってますね。もしかするとこれがね、入ってない可能性があるんでね、十分確認しておきましょう。こちらがね、左もね、入っておりますんでね、ちゃんと確認しておきましょうと。で、こちらのビームサーベルグリップに関しましては中に入っておりますんでね、これを抜きますよと。で、これ、抜きましたけど、中に入っている小さなピンのところに対して、こちらね、ぶっ刺さってる感じになっております。なので、付け方に関しては、こいつを手に取り付けてあげて、刃をね、ブスッと差し込んであげれば、ビームサーベルの展開状態と。こちらの軸ですね、これと同じものが足に入っておりますんで、抜くときには真上に引っこ抜くと。この狭いスペースのところで真上に引っこ抜かなきゃいけないんで、ね、非常に大変ですね。で、戻すのも同じで、この狭いスペースでやらなきゃいけないと。カバーパーツ自体がね、全部スポンと取れてくれればね、まだいいんですけど、そういうことはできませんので、このめちゃくちゃやりづらい状態で中にね、差し込んであげて蓋を閉めるという感じになっております。なので、こちらをやるときには、ピンセットとかね、ラジオペンチとかがね、必要になるのかなと思います。
できることならね、付属品としてね、プラスチック製のピンセットでもいいんでね、ついてて欲しかったところですね。はい。で、あとエフェクトパーツに関しましては、ビームライフルの先端のところに対して、この2つですね、まあ、いつものエフェクトパーツ、これを組み合わせてね、つけてあげれば、まあ、ライフルの発射状態にできますよと。はい。一応、こんな感じでした。この状態だと若干重たいでね、別途、支柱がなければね、支えた方がいいと思います。はい。一応、こんな感じでね、エフェクトパーツつけることができましたと。まあ、これとね、似たような感じで、バーニアエフェクトもつけることができるよと。バーニアエフェクトに関しましては、通常時はこちらの青いやつですね、をつけましょう。反対というかね、もう一個も同じような感じでつけると。とりあえず付属してるのはね、2個ずつしかありませんので、まあ、ちょっと物足りない場合はね、同じカラーのやつはね、別なところから持ってくる必要性はありますよと。とりあえずつけるとこんな感じ。あとは、胸部のね、ミサイルのお話をしようかなと。ミサイルパーツに関しましては、こちらの白いカバーですね。こちらの部分を外してつけると。で、これ、外すときにね、爪を引っ掛けて取りますけど、変な勢いでやるとね、飛んでしまいますんでね、十分気をつけながらこちらを外すと。外し終わりましたら、こいつを差し込むだけと。一応こんな感じでつけると、こういう風に、ね、発射状態できると。これもですね、先ほどのビームライフルのエフェクトと同じような感じでね、支柱がないとちょっと厳しいかなと。一応こちらの部分ね、リード線入ってはおりますけど、先端部分がね、重たいんでね、どうしてもペロンと下がりますんでね、ここはサポート用としてね、支柱があった方がいいのかなと思います。まあ、ここのですね、リード線に関しましては2種類ですね。こちらの自由が利くね、柔らかいタイプと、カチカチのね、まっすぐにしかならないタイプみたいな。そのね、2種類あればね、まっすぐのタイプでつけてあげれば、支柱なしで構えることができるんでね。まあ、そんな感じのパーツがあってもよかったと思いますけど、こんな感じのね、ミサイルパーツもありましたと。あと、外し終わりましたね。こちらのパーツを元の位置に戻すだけですよと。これもですね、戻すときに十分気をつけないとね、なくすんで気をつけましょう。刺さる位置決まってるんでね、軽く刺した後にくるくる回してね、引っかかる位置で押し込んであげれば最後まで入ります。はい。では最後にですね、バックパック。バックパックに関しましては背中のパーツを外してつけると。なので、こことこことここにね、カバーパーツがありますんで、これを外してあげると。このカバーパーツ自体は、多分形状全部一緒ですね。なので全部混ざってしまっても OK と。一応この感じね、外してあげたら、あとこいつをね、被せるような感じでつけてあげれば OK ですよと。一応バーニアノズルが稼働してくれると。で、ここと、ここと、ここと、みたいな感じでね、6箇所にね、エフェクトをつけることができるという形になっております。一応こちらがね、宇宙仕様というかね、こういう感じになっておりますと。ここの部分がね、ぴょんと出るだけでね、若干印象が変わっていいですね。はい。あとはエグザムシステム発動状態。これにするためには、ひさしのパーツっていうね、ここのパーツを引っこ抜きます。その時にとりあえずアンテナ外して、ここのパーツを引っ掛けるようにね、抜いてあげて、丸ごと交換してあげましょう。で、あとはアンテナをね、元の位置に戻してあげると。そうすることによって、エグザムシステム発動状態になると。まあ、大きい変化はね、目の色ぐらいしかね、わかりませんので、パッと見同じなんですよね。まあ、目の色とこちらのカメラですね。ここの部分の色がね、赤になったという感じですね。これだとわかりづらいんでね、どっかのパーツ、肩のここがね、スライドするとかね、そういうような、見た目でも大きな変化がね、起こった方がいいのかなと思いますね。まあ、あと、外観としてね、こちらの赤いバーニアエフェクトですね、をつけておけば一応ね、エグザムシステム発動状態かなっていうのがね、わかるようにはなると思うんでね、一応こういう風にしておいた方がいいかと思いますけど、こちらのパーツがついてくることによってね、作中通りのエグザムシステム発動状態になったという形になっておりますよと。はい。いかがだったでしょうかね。以前紹介しましたブルーディスニー1号機、あちらのね、首から下のボディーパーツ、あちらとほぼほぼ変わらずね、ガンダムヘッドになっただけっぽく見えますけど、色の違いとかね、頭部パーツの形状の違い、装備してる武器、バックパック、それによってね、結構印象が違ってね、これはこれでかなり良かったと思いますね。ただまあ、残念に思う部分はやはりこちら、魂ウェブ商店受注生産品なので、今から入手しようとすると入手できないんでね、これはちょっと惜しかったかなっていう感じですね。で、後々紹介します2号機の方も同様となっておりますので、これから入手しようとする方はね、ちょっと大変だと思いますけどね。物自体はかなり良かったと思いますんでね。気になった方はね、チェックしていただきたいと思います。はい。ということで今回ですね、ロボット魂のブルーディスニー3号機。こちらをね、紹介していきました。はい。ということで次回ですね、次回は同じくね、ロボット魂をやっていきたいと思いますが、こちらはですね、今までね、一年戦争とかね、そちらに関係するようなね、ものをやっていきましたけど、次からね、新しいシリーズ、ゼータガンダムシリーズにね、入るということで、そちらの第一弾としてね、出たやつ、そいつをね、やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。